こんにちは。今日もプロテニスフォーラム頑張ってやっていきたいなと思います。今はですね、イギリスの方で南大阪学習センター神村学園ですね、高崎風南、高校3年生頑張っています。前哨戦の大会で予選を勝ち上がり、本戦も1回戦勝って、ますますですね、ウィンブルドンに向けてなんかこう期待できる結果をですね、少しずつ作っています。実際はですね、長谷川コーチがついて今一生懸命やってるんですけども、私はですね、神村学園の生徒として何か広報支援、例えば皆さんに情報を提供するとか、頑張ってる様子をですね、皆さんにお伝えする、そういったサポートをしたいなと考えています。引き続きですね、高崎風南さんの結果は皆さんに Facebook などでご案内していきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。今日は所作についてお話ししたいなと思います。所作というのは行動とか立ち振る舞いとか、身のこなし、仕草、そういったものですね。まあ例えば、あの選手が会場を歩いているとですね、なんかちょっとこうただならぬ絶対勝ちそうな雰囲気とかですね、あの眼光が鋭い、なんかこう試合やる前にその目つきで相手を倒すみたいな、そういう所作ですね、そういったものが我々にあるか、もしくは今のジュニアたちにあるのか、そしてそういったことをですね、実際に育成強化できるのか、しているのか、そういったことをですね、お話ししたいなと思います。所作っていうのはどういったことを意識してやっていけばいいんでしょうかね。例えばですね、ショットをミスった時の、とかこういうのですね、こういうのはあまり良くない、次良くしていかないといけないのに、そういったマイナスもしくはネガティブ行動、そういうことをしているとですね、なかなか自分がポジティブに変われない、できればですね、ミスっても平常心で次一体どうすればいいのか、頭の中ですぐ、反省して改善できる方法は一体ないのかということをですね、ポイントの合間に考えている。そしてそうやって考えているときは集中しているとき、その集中しているときというのはですね、顔がですね、カッと引き締まって眼光が鋭くなってくる、そういったことを所作というわけですね。歩き方も、歩き方なんかもそうですね、だらったらただったら歩くよりはスタスタ歩いてですね、何か次のことを考えながらみたいな、そういった行動形態、仕草、そういったものが先ほどお話しした中に入ってくると思うんですね。今のジュニア育成、当然、ヒッティング能力、それからフットワークとかステップワークですね、心技体、そして気持ちや戦略を鍛えていかないといけません。でもですね、意外とここは見落としがちなんですけども、所作をいかに作っていくか、そういったことはですね、非常に大事だと私は感じています。今現在のジュニア育成もそうですが、伊藤達磨育成している時、強化している時もそうでした。とにかく所作をですね、しっかり作って、トッププレイヤーに似た行動形態、グランドスラムプレイヤーはどんな行動をしているのかしっかり見てですね、そしてその真似から入ってみる、そしてそれがいつかオリジナルのルーティンみたいなものになってくる、なんかそういった活動をですね、結構まめにやってたと思います。特に今のジュニア育成なんかにもですね、なかなかこうダラ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 歩いてみたり、なんかヘラヘラやってるんですね。だからそういった時にですね、ピシッと、指導してですね、所作を育成強化、そんなことを、練習の間にやっています。なぜこういったことが必要なのか、例えば所作には行動とかですね、仕草、そして立ち振る舞いとかですね、身のこなしなんていう話をさっきやりました。行動においてはですね、例えば試合会場には誰よりも早く行くとか、朝一は一番誰よりも早く行って、いろいろ練習もストレッチもウォーミングアップも相手を見るとか研究するとかいろいろやって、そして試合会場は最後まで残っている、なんかそういったですね、こう強くなるための所作、行動をとっているかどうかなんですね。例えばナダル選手なんかも
若手の時期はですね、そういったことがあったというふうに話を聞いています。朝一会場に行ったらもう最後まで残って、何か練習とかですね、いろいろ取り組みをやっている、そんなことを聞きました。例えば私は富士薬品さんのうつぼ大会なんか、お手伝いしているんですけども、まあ、その時に、朝一番ですね、7時半に入ります。それは何かというと、選手がですね、誰が一番先に入ってくるか、そして朝一一体どんなことをやってるのか、ウォーミングアップはどうなってるのか、練習どうなってるのか、選手のですね、もっと言えば顔つきとか、眼差し、体の筋肉のつき具合、そういったものをですね、私なりに、まあ、観察して勉強しています。その中で一番ですね、最初にコートに入ってくるのはこの選手なんですね。尾崎里紗選手です。この選手はですね、写真を見てもまあ可愛らしくてですね、なんかこう爽やかな感じ、でもですね、私がいつもですね、朝一コート行くとすごいこう頑固でコートに入ってくるわけですね。今日はなんかやってやるぞと、私は頑張るんだという気持ちがですね、なんかこう雰囲気になって現れている、なんかオーラですね。そしてコートに入ったらですね、黙々とアップが始まってしっかり練習をする。この富士薬品のうつぼ大会期間中、ずっと私は尾崎さんがいち早くコートに来て練習している姿を見ていました。もっと言えばですね、先日まだ練習会場ができていない、練習コートがないのにですね、パッと現れて、練習コートありますか聞かれました。私はですね、もう当然、選手のために頑張って用意しなければならない、そして、まあディレクターにお願いをしてですね、練習コートを用意したと、まあ、そういった経緯もありました。とにかくですね、なんかそういった、所作をすごい大事にしているなというふうに感じましたね。もしくは一生懸命やっているとだんだんですね、所作がついてくるのかな、まあ、そういうふうにも感じました。多分尾崎選手はどの大会、どの会場に行ってもですね、そういった朝一早く行ってですね、練習するとか、まあ、そういった行動、所作をですね、取っているんじゃないかなと思うんですね。まあ、その反面、ワイルドカードで出ているジュニアとか、それからこれからですね、まだまだ、頑張らないといけないジュニア上がりのプロがですね、なかなか来るのが遅いんですね。一体何やってるのかなと、まあ、例えば、昼からの試合、当然まあゆっくり来ればいいと思うんですけども、まだですね、そのレベルじゃないんですね。なんかこう YouTube の中に流れているグランドスラムのですね、トップ50位ぐらいの人たちがなんかこうラウンジでゆっくりしてみたりとかですね、楽しくなんか練習している風景なんかこうハイライトで、ね、出る時があります。それを見てですね、なんかこれがそうなんだと思ってしまって似たような行動をとっている。これはですね、ちょっとこうハイライトかぶれというか、なんかちょっと違うような気がするんですね。勝つための工夫や努力を若い時期にどれだけやっていけるか、どれだけですね、所作を意識してやっていってるかどうか、これがですね、25から30歳の間に結果につながってくるというふうに私は考えてですね、いつもああだ、もっと早く来たらいいのになと、コートもこんなに空いてるのにな、練習相手探してる選手もいるのになとですね、いつも思っているわけですね。もし私がですね、今後そういったプレイヤーを、グランドスラムを目指すプレイヤーをですね、育成できるなら、もしくは今やってるジュニアがですね、そういった道にこう入っていった時はですね、そういったことをとにかく厳しくですね、指導して、こうテニス道ですね、武士道みたいな、そういったもので、日本独自の育成ノウハウ、これが日本の育成ノウハウなんだ、そういったものをですね、世界でやっていける、どこまでやっていけるのか試してみたいなと考えています。でも第1弾はですね、一応ちょっと成功してますので、今私がやってるのは第2弾第3弾をいかに育成して世界に持っていけるか、それにチャレンジしているわけですね。その時にはですね、当然まあ違う形、ただ選手育成、それだけじゃなくてですね、選手がですね、自分でお金をしっかり作って、そしてそのお金でみんなが、自分自身のためにやっていける、なんかそういった環境も少しずつですね、
こう作りながらやっていきたいと考えています。でもやっぱりですね、選手がしっかりやっていかないといけない、この所作という考え方をですねちょっと見直してみて、試合会場においてどういう行動をしているのか、そして試合会場の中でどんな、立ち振る舞い、そして、試合中にはですねどんな身のこなしで、そして試合が終わった後どういった表情でですね人との付き合いをしてみたり、してんのか、なんかそういったことをですねちょっと見ていきたいなと考えています。これはテニスにかかわらずビジネスの世界でもなんか所作、これはですね結構キーポイントになる